皆さんこんにちは。こんにちは。サングループの藤本です。藤本パートナーズの石井です。今日はですね、前回に続きまして衣装法の改正直前ということで、建築物に関してですね、また石井弁理士の方にいろいろ聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。まずですね、改正条文の方を教えてもらっていいでしょうか。はい、この4月からですね、従来の物品に加えて先日お話しした画像以外にもですね、建築物についても保護対象に加わることになりました。で、ここで注意していただきたいのはですね、スライド戻っていただいていいですか。今までですね、建築物がですね、保護対象に入っていませんでしたので、ハウスメーカーさんであったりとか工務店さんの中でですね、自分たちが作られた建物がですね、なんかもう模倣されているような気がするけど何も言えないっていうような状況があったと思うんですけども、そのようなことで困りの企業様にとっては朗報かなというふうに思います。一方でですね、今までそういうことを気にせずに住んでいた企業様もたくさんいらっしゃると思うんですけども、その方たちにとっては今までなかった建築物の意匠権っていうものが今後発生していくことになりますので、その点については今後注意が必要になってくるかなというふうに思います。なるほど。ということは今まで、気にしてなかった特に企業さんなんかはこれからちょっとまた注意してもらった方がいいということですね。そうですね。はい、じゃあ建築物っていうものに該当する要件っていうのはどういったものになってるんでしょうか。はい、いわゆるですね、建築基準法っていうのが、よく知られていると思うんですけども、今回の衣装法の改正によって保護される建築物っていうものは、その建築基準法よりもすごく広い範囲のものが保護対象になります。どういうことかと言いますと、土地の定着物であることっていうふうには規定されているんですが、いわゆる不動産はもちろんなんですが、地面とかですね、そういう土地だけじゃなくて、海底とかですね、そういうものにも定着しているものっていうものが対象になりまして、こちらに左の方から書いてますが、左端のこういう商業施設であったりとかですね、この右側にあるような橋であったり、この煙突であったりとかですね、こういうようなものも、いわゆる、この右端の方なんかは、建築基準法上での建築物ではないかもしれないんですけども、そういうようなものについても、衣装法の登録対象になるということがポイントになってきます。で、もう一つはですね、人工構造物であることっていうことが必要になりますので、後で少しお話しするんですけども、例えば山の一部を切り取ってですね、これが自分の衣装だって言っても、それはさすがにダメですよっていうようなことが規定されています。なるほど、わかりました。はい、逆に該当しないものっていうのはどういったものになってくるんでしょうか。はい、先ほどですね、土地に定着させるっていうことが必要っていうことを申し上げたんですけども、例えば、ガーデンライトとかですね、庭にプスッと刺すようなガーデンライトのようなものは、土地には定着はさせるんですけども、すぐに持ち運びとかできてしまいますので、そういうものは建築物の衣装には該当しないですよと。同じようにですね、テントとかもですね、庭にテントを持ってきてこれが建築物だって言ってもそれはちょっとダメですよと。で、それ以外にですね、不動産が建築物の対象っていうふうに言われたりするんですけども、こちらの船舶であったりキャンピングカーっていうものは不動産登記はできるんですけども、それは移動されたりするものですので、それは今回の建築物のとしての保護対象には入らないですよということに ご留意いただければと思います。なるほど。一定の場所にないと動かせるようなものっていうのは、その建築物としては認められないということになってくるんですね。そうですね。その可能性が高いというふうに考えていただければと思います。はい。さらに続けてお願いしていいですか。はい。で、先ほど人工構造物であることという要件が必要と申し上げたんですけども、先ほど申し上げましたように、例えば岩をボンと持ってきてこれが自分の衣装だとかですね、ここに書いてあるスキーのゲレンデとかゴルフコースとか書いてあるんですけども、自然の形ですね、それをそれほど手を入れてないようなものについては保護対象にはならないということに、ご注意いただければなと思います。なるほど。ということは石井さんの大好きなスキーのゲレンデっていうのはちょっと難しいと。そうですね。はい。はい、じゃあ続いてですね、実際出願する場合の願書、図面の記載方法について教えてもらっていいですか。はい、
で、まあ、今回ですね、建築物に関しては、まあ、従来、組み立て家屋っていうものは、従来の物品で保護対象だったんですけども、まあ、そちらの方の図面の書き方に似ているとは思うんですけども、お左に書いてあるように、まず全体形状が分かるような図面が必要になってくるのと、従来ですね、衣装にかかる物品っていうところの欄が、願書に記載する欄があるんですけども、そちらの方には、例えば住宅であったりとかですね、オフィス、ホテルとかそういうような名前を書いていただくと、そういう名称を書いていただくと。で、図面も分かるような図面を、まあ、6面。まあ、底面はいらないかもしれないですけども、全体形状が分かる図面を記載すると。で、かつ、建物の中の、例えば間取りとかですね、作り付けの棚とかですね、そういうものを権利取りたいっていうふうになった場合には、外観を省略しても良いというふうになってますので、そのあたりも注意していただいて、で、こちらに、まあ、パースも OK っていうふうに書いてあるんです、書いてあるんですけども、今までは認められなかった、こういうパースの図面も認められるようになりましたので、そのあたりもご参考いただければなと。で、先日ですね、手引き、願書と図面の記載方法の手引きというものが特許庁から発表されましたので、ぜひこちらの方もご覧いただければと思います。はい。次また教えてもらうんですか？はい。それでですね、まあその建築物っていうものは、例えば建物一つだけじゃなくて、複数の建物があったりとかですね、建物があって、エントランスがあって、柵があって、門があって、みたいなこともあると思うんですけども、まあこのようにですね、その全体設計で、全体のデザインについても登録を受けることができますので、そういうような場合には、こちらの事例は学校になるんですけども、このように全体の形状を記載した上で、右側に書いてありますように、個別の建物の形状も表すと。そういうことが必要になってきます。はい。こちらはどうでしょう？はい。こちらはですね、ホテル、複数の建物が集まっているホテルになる、の事例になるんですけども、例えばその屋上部分に特徴がありますよっていうような時は、そこの部分衣装っていうものも権利化できるようになりましたので、まあ、ここに書いてありますように、破線と実線で書き分けて表すというようなことで、部分衣装としてこのまとまりのある形状を保護するということも可能になります。はい。こちらまた教えてください。はい。で、先日ですね、画像のご説明をさせていただいたんですけども、建物の建築物の中に画像が現れるというようなものもあると思うんですけども、そういうようなものに関しましても、こちらの右の方に書いてありますように、建物の中の一部にこういう画像が現れているよっていうことで、建築物と画像と組み合わせたような出願も可能になっています。なるほど。じゃあ前回の動画でアップさせていただいた画像衣装との関係で、こういった、組み合わせで出願もできるということですね。そうです。はい。じゃあ最後に建築物衣装の類比のところを教えてもらっていいでしょうか？はい。建築物と建築物の類比に関してなんですけども、まあ、一般的に人が一定時間を過ごすという観点で共通しますので、このような建築物同士っていうものは、建築物としては、類似すると。従来の物品が類似するかどうかっていうような観点と同じになるんですけども、建築物としては類似するということになります。で、下の方に書いていますように、建築物と物品の類比に関してですが、まあ、従来ですね、組み立て家屋というものが物品で権利化することができましたので、それとこれからの建築物、例えば住宅については、これは類似するというふうに言われています。はい。じゃあ実際のこちらの方はどうでしょうか？はい。形、今度は形状についての類比になるんですけども、この左に表しているような、まあ、少し大きさが違うようなものであったりとかですね、この右側の高さが違うような、でも全体形状としては少し似通っているなと。そういうものに関しては類似するというような事例が挙げられています。はい、わかりました。はい、石井さんありがとうございました。今日は前回に続きですね、建築物編ということで石井弁理士にいろいろ解説していただきました。前回もご案内しましたけど、また5月18日にですね、東京でですね、藤本パートナーズの野村弁理士の方が改正衣装法のセミナーの方を開催しますので、またご興味あればぜひご参加ください。それでは皆さん、知財をビジネスに生かして頑張っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。